横戸坊の駅諏訪商店ホールディングスは、千葉県市原市に本社を置く、持ち株会社で、子会社に千葉県内の物産業者を持つ。本校では、諏訪商店ホールディングス設立前の株式会社諏訪商店を含めた遠隔について、包括的に説明する。千葉県内で農産物直売所、坊の駅を運営しているほか、飲食店事業、食品製造業も行う。社名は長野県の諏訪ではなく、創業者の姓に由来しており同族経営である。当初は焼きあさり、小ハマグリなどを中心に取り扱う個人商店として創業したが、1972年に株式会社に改組し、現在の事業の基礎を作り上げた。その4年後の1976年には、各販拠点として成田営業所を開設し、千葉県北部での営業を始めている。その後1986年には三越に焼きあさりなどを出品し、東京での各販を実現した。その後も成田の米や観光センターや高島屋などでの新規出品を始めている。1996年には東京湾アクアライン開通により、南房総での営業拠点として立山営業所を開設した。同年には通信販売事業を開始し、大規模な各販を実現している。直営での店舗の運営開始は2002年で、市原市北部の田園地帯である同市糸久に、新生坊の駅を開店した。同時に飲食店事業を開始している。最近では、創業時からの製品である焼きあさり、小ハマグリ以外にも、塩辛やピーナッツ製品、豆腐など、積極的な商品開発を行っていて、その商品数は2000種類を超えている。現在でも毎月10種類前後の新商品を開発している。地元千葉県の独立局、千葉テレビ放送で随時 CM を放送している。このほか、2011年3月までは、夕方のニュース千葉600の前後に、坊の駅星田の天気予報を放送していた。字幕で画面下部に、天気予報を流しながら、背景では、坊の駅の商品写真を出し続ける形式である。千葉テレの他の天気予報とは異なり、千葉県は、北西部、北東部、南部の他に、坊の駅の天気予報を放送していた。2009年初頭までは、坊の駅セール期間中は、天気予報自体を短縮し、短縮した時間でセール品の案内を行っていた。その際栃木県の天気予報はカットしていた。ありがとうございます。